はい、都城オステオパシー治療院の海老原孝弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回は体に溜まってしまい様々な健康被害を出してしまう有害ミネラル、有害金属についてお伝えしたいと思います。で、体に溜まってしまう有害ミネラルとして、例えばね、鉛とか水銀とかアルミなどは有名なんですけども、他にもね、様々な物質があって、意外な経路から多くの方が摂取してしまっている状態で、様々な症状とか体調不良の原因になってしまっています。で、そこで今回はどのような有害ミネラルがどのような経路で体内に入ってきて、そしてどんな症状を出してしまうのかをお伝えしていきたいと思います。で、あなたの生活パターンとか症状から体内に取り入れてしまっている有害ミネラルをぜひ知っていただきたいと思いますので、体質改善したい方とか改善したい症状とかね、あるいはその原因不明の症状とかある方はぜひ最後まで動画をご覧になっていただきたいと思います。この動画をご覧いただくことで、知らない間に体内に溜まってしまう有害ミネラルの危険性がわかります。これは理学療法士とファスティングマイスターである私の知識と経験から話せる内容になります。このチャンネルでは、健康、美容、ダイエットに必要な食事や生活習慣の情報を聞き流しても理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。ということで今回は有害ミネラルの話になります。で、あなたは有害ミネラルってご存知だったでしょうか？で、私たちが何気なく食べているありふれた食事には、実は体に有害な物質が結構含まれている可能性があるんです。で、最近ですね、デトックスとか体型維持のためにランニングしたりとか、水泳などの運動したりとか、食事に気を使って生活している人も増えてきています。しかし、運動を行ったり、食生活に気をつけるだけでは上手にデトックスできていないことが多いんですね。ですから、やっぱりその知らず知らずの間に体内に有害ミネラルがどんどん蓄積されていってしまっている状態なんです。で、もちろん汗をかくこととか、食物繊維の多い食べ物を食べてデトックスするってことは体にいいことなんですが、それだけでデトックスできているかというと、それだけでは実はなかなか排泄されていないんですね。で、特に有害ミネラルは通常の排泄では体外排出することがとても難しくて、少しずつ体に蓄積されていってしまいます。で、このような有害ミネラルが蓄積されることで、体のリズムが少しずつ崩れていって、さまざまな症状とか病気につながってしまうんですね。ですから今回は、どのような有害ミネラルがどのように体に入ってきてしまうのか、有害ミネラルが体内に蓄積されることでどのような症状を引き起こしてしまうのか、そして有害ミネラルを体外に排出するための効果的なデトックス方法をお伝えしますので、ぜひ最後まで動画をご覧になってください。で、また今回ご紹介する有害ミネラルは、体に必要な必須ミネラルの働きを妨害してしまって、それが原因となって視力低下とか肝機能低下とかめまいや頭痛などをはじめとして体に様々な影響を及ぼしてしまいます。で、今回は必須ミネラルも合わせてご紹介しますので、摂取が妨害されている必須ミネラルを一緒にご紹介しますので、自分が取ってしまっているかもしれない有害ミネラルがあった場合には、その有害ミネラルが減らしてしまう必須ミネラルを積極的に取るようにしましょう。で、最近の私の動画の傾向として、結構ね、長くなってきてしまっているんですが、今回はね、めちゃくちゃ長いと思います。今から撮るんだけど、長いだろうなというふうに思ってるんですが、今回の内容ね、本当に大事なことなんですよ。有害ミネラルはやっぱり体にね、影響を与えやすい物質ですので、やっぱり知っておくってことは非常に大事ですし、ここであなたが知っておくと、あなたの家族までもね、やっぱりこの有害ミネラルの危険性とかも分かりますし、実際今症状を出している方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと長いですけど、ぜひその空き時間とかね、聞き流してもいいですし、お時間のある時なのにね、聞くだけでもいいので、ぜひ、最後までご覧になっていただきたいと思います。で、ここからが本題なんですけども、今回はですね、有害ミネラルの中でも私が特に影響が大きいと考えているものを6個、ワーストランキング形式でご紹介していきます。で、早速ですけども、まず第6位ですね。第6位はベリリウムです。で、ベリリウムは銅に混ぜてベリリウム銅合金として使われています。ですから、こういった製品に関わる工場とかでね、勤務している方が主にベリリウムに被曝していて、一般家庭ではあまり関わりの少ない有害ミネラルだったんですけども、黄砂ってご存知ですか？中国から、飛んでくるその黄色い砂って書く黄砂なんですが、この黄砂によって状況が変わったんですね。で、実は黄砂が来ることによって大気中のベリリウムの値が増えるという調査結果が出ているんです。ですから黄砂が飛来する地域にお住まいの方は注意しておく必要があるんですね。で、ベリリウムは呼吸器障害とか皮膚障害を起こす危険性があって、必須ミネラルではセレンの働きを妨害してしまいます。で、第5位はヒ素です。で、ヒ素はですね、生物に対する毒性が高いことを利用して、農薬とか木材の防腐剤とか殺虫剤などによく使用されています。で、また、ヒ素というのは自然界に広く存在していますので、肉や野菜とか穀物などの、あるいはそれだけじゃなくて、非常に様々な食品に、あるいは
水にも微量ながら含まれているんです。でしかしその中でも特に毒性の高い無機ヒ素を含有している割合が高いのはお米で、およそ3分の2を占めていると考えられています。そして次に野菜とか海藻類に多いと言われていて、お米の次に多いのはひじきだということが確認されています。で他にも小麦とか大豆とか野菜類とか果実類とか海藻類など、さまざまな食品に含まれているんですね。でまた大気汚染物質である PM2.5 が飛来するようになってから全体的にヒ素が増加しているということなんです。で滋賀県立大学の岩坂理事によると、中国ではヒ素を含んだ地層から汲み上げた水が飲料水として使われることもあり、水が蒸発してホコリとか粒子とかに付着してですね、日本に飛来するという懸念があるというふうに報告しているんですね。でさっきの黄砂の話もしたんですけども、結構ね中国からヤバい物質が飛んできてるんですよね。この後にお話する水銀もなんですけども、結構ねいろんな物質がくっついて飛来してるってことなんです。でヒ素は長期間にわたり取りすぎることで色素沈着とか皮膚の角化症ですね、そして皮膚がん、疲労、リンパ球の減少、不安や先天性異常、抑うつ、神経障害などの症状が現れてしまいます。で働きを妨害してしまう必須ミネラルはマグネシウムとセレンです。そして第4位はアルミニウムです。アルミニウムはですね、非常に多くの目的で使用されていますが、最も身近に摂取してしまう危険性があるのはこのアルミ調理器具なんですね。で例えばアルミ製の鍋とか夜間などでよくアルミ製品がありますが、これらはですね、軽くて使いやすくて、しかも安くて熱伝導率もいいというメリットから各家庭に普及したんです。しかし日本で普及するのとは逆に、アルミウム製の調理器具は健康に悪影響を及ぼすとして販売規制が行われているんですね。で例えばアメリカではアルミウム製の調理器具が人体に危険があるとしてアメリカ政府から公式発表されています。でまたドイツとかフランスとかイギリスとかスイスではアルミ鍋から発生する有害物質の研究レポートに基づいて販売規制を行っているんですね。で日本でもアルツハイマー病との関連性があると言われていて、さまざまなメディアで取り上げられたんですけども、その研究結果は確実とは言えないということで販売規制までには至っていないんです。ですが他の主要国がですね、もうすでに販売規制をしているのは、理由があるからなんですね。でも日本はそういう現状を知っていても、その日本では販売規制は全くしていないんですよ。でそこを日本ではどう考えているのはわからないんですけど、販売規制していないのが現状なんですね。で現在の日本が行っている対応としては、関係業界に対する自主的な使用の提言化の依頼をしていることぐらいです。で提言化の依頼でね、減るのかなって感じはするんですよね。結局そのメーカーっていうのは売れるものを売りますから、やっぱりアルミ製の食器を求めてる方にはね、やっぱり売っちゃうんですよね。調理器具を求める方、アルミ製の調理器具を求める方がいらっしゃったらですね。ですからね、やっぱり規制の方がいいんじゃないかなと私は思っています。でこの話を聞いて、うちはアルミ製の調理器具がないから安心って思ってる方はちょっと待ってください。実はですね、さらに身近なものにアルミニウムが含まれているんです。でそれは何かというと、菓子パンとかお菓子類です。で特に膨張剤として使用されているベーキングパウダーですけども、ベーキングパウダーには硫酸アルミニウムカリウムという物質が使用されています。ですからベーキングパウダーを使用する他の食品、例えばドーナツとかホットケーキミックスとか焼き菓子とかまんじゅうとかお好み焼き粉とか天ぷら粉までにもアルミニウムは含まれているんですね。食べ物にアルミニウムが入ってるんですよ。これ知らないとね、結構怖い話で、アルミニウムってその一円玉みたいなもの、金属感あるもの物質だろうなって思っちゃうんですけども、実はそのベーキングパウダーに入ってるから、もうお菓子とかにめちゃくちゃ入ってるんですよ。で近年はですね、お菓子を食べる機会の多い子供さんが結構増えてきて、もう食事ね、食事環境めちゃくちゃですからね、もう食事の代わりにお菓子をそのあげている親御さんとかもいらっしゃって、でまあ、あるいは食事の代わりに菓子パンをね揚げているその家庭とかもあって、めちゃくちゃな状態なので、このベーキングパウダーを中心としたアルミニウムの摂取がめちゃくちゃ増えているんです。近年はですね、お菓子とか菓子パンを食べる機会の多い子供にですね、アルミニウムの摂取量が規定量の2倍に達しているということが厚生労働省の調べで分かっていますので、取り方によっては最も身近かつ危険性の高い有害ミネラルであると言えます。だからね、この話だけで言ってもね、そのお子さんにお菓子をあげすぎたりとか菓子パンをあげすぎたりっていうのはね、やっぱりやめていただきたいですよね。今後のお子さんの正しい成長を考えると、食育の面から見てもやっぱり和食に変えてもらうのが一番いいです。ちょっと話がそれたんですけども、これらのですね、ベーキングパウダーを使用した食品を全て避けるように言われても、頻繁に食べてしまうものとか種類が多いですので、なかなか難しいですよね。ですからこれらの食品を取る機会にはアルミニウムの入っていない膨張剤があります。それがアルミニウムフリーという記載のあるベーキングパウダーなんですね。で、ベーキングパウダーを製造しているメーカーもこの危険性については十分知っていますので、アルミニウムを入れていない
ベーキングパウダーも作ってるんですよ。ですので、もしこれらの食品を取りたい場合には、アルミニウムフリーと記載のある商品を選ぶとか、ベーキングパウダーを使用していない商品を選びたいところなんですね。まあ、なかなかね、お菓子とか菓子パンでアルミニウムフリーで書いてるものないですから、結局このベーキングパウダーを購入して自分で作るしか、なかなかそういった方法で取れないので、まあ、できるだけ、できるだけこういったそのベーキングパウダー使っているものって糖質が高いものが多いから健康的には良くないので、できるだけ控えた方がいいですね。で、アルミニウムは他にも魚介類に使用される形状安定剤とか、海藻とか貝類や、あるいは漬物に使う明矾とか、あるいは根野菜や葉物野菜、胃薬などにも含まれています。で、アルミニウムによる健康被害はどんなものがあるかですけども、厚生労働省の発表によると、ラットに大量のアルミニウムを投与した実験では、腎臓や膀胱への影響とか握力の低下などが確認されています。で、また先ほどもお伝えしたように、アルツハイマー病との関連性もあると言われているんですね。で、他にも肺疾患とか骨軟化症や神経毒性などの危険性もあるというふうに言われています。で、働きを妨害してしまう必須ミネラルはマグネシウムと鉄になります。で、第4位のアルミニウムで、結構長くなってしまったんですが、ようやく折り返し地点です。もうちょっと頑張りましょう。ここからが、非常に摂取しやすくて危険性の高い重要な有害ミネラルになります。で、第3位はカドミウムです。カドミウムを摂取または吸収してしまう原因としては、まずは食品があります。で、カドミウムはですね、土壌とか土とか水など環境の中で広く存在していますので、様々なものから摂取されてしまうんですね。で、例えばお米とか野菜とか果物やお肉、魚などの多くの食品に含まれますが、日本ではお米から摂取する割合が最も多くて、日本人のカドミウムの1日摂取量の約4割はお米から摂取していると考えられています。で、他にもタコとかイカとか貝類ですね、あるいはエビとかカニなどの内臓にはカドミウムの濃度が高いことが認められていますので、これらを原料とした食品とか、塩辛類とかね、そういったものの摂取もカドミウムを摂取してしまう一因になります。また他にも飲料水からの摂取とか、ゴムとかプラスチック製品を燃やした際に発生する生活肺炎を吸い込むことによるケースとか、または喫煙とかアスファルト、顔料などの塗料とか、プラスチック、半導体、印刷物、貝類、肥料、ゴム、殺菌剤などがあります。いろんなものに入っているんですね。で、カドミウムの過剰摂取による疾患としては、主に腎臓に蓄積しますので、多いものでは腎臓障害、あるいは骨粗鬆症とか骨軟化症、そして貧血、高血圧、先天性異常、前立腺がんや自己免疫疾患、不妊など、多彩な症状があります。で、カドミウムが働きを妨害してしまう必須ミネラルはマグネシウムと亜鉛になります。さあ、終わりが見えてきました。第2位は鉛です。鉛もですね、知らない間に摂取してしまいがちな有害ミネラルなんですが、例えばですね、顔料とか電池とか殺虫剤やろうそくの芯ですね、あるいは電子部品の接着のために使うハンダごてのハンダとか、昔の水道管などに使われています。で、また鉛は防腐効果が高くて、危険性が認識されるまでは様々な場所で使用される塗料に混ぜて使われていました。で、鉛はですね、蓄積性が非常に高くて、体内に吸収された場合、血液とか軟部組織に速やかに取り込まれた後、9割以上が骨に沈着してしまうんですね。で、そのうち半分が体外に排出されるまでに約5年かかると言われていて、その間に鉛をまた取り入れてしまうと、どんどん蓄積されていってしまうんです。で、鉛を摂取してしまうケースですが、よく聞くケースで言うと水道管です。で、以前の水道管はですね、鉛で作られていることが多かったため、現在でも鉛製の水道管が残っているところがあります。しかし、浄化された水が家庭に届くまでに、このような鉛製の水道管を通って到達してしまうと、水の中に鉛が溶け出してしまい、私たちが普段から使う水道水から摂取してしまうんですね。ですから、水道水を使用する場合には、必ず浄水器を使用した方がいいんですね。で、このような水の選び方については、私の過去の動画で水の選び方をね、詳しくご説明していますので、下の説明欄から水の選び方の動画もぜひご覧になってください。また、あるいは鉛は土壌汚染から始まっているケースもあって、例えばですね、昔の電化製品には鉛がかなりの割合で使われていたんですけども、捨てられた電化製品というのは燃えないゴミとして埋め立てられているんですが、そこに雨が降り注いで、酸性雨によって埋め立てられた電化製品から鉛の成分が溶け出して土壌が汚染されているんですね。で、やがて溶け出した鉛は川とか海とかにも流れ込んでいて、海の生態系にも蓄積されていきます。
そしてそのような海産物を私たち人間が食べることによって、今度は私たちに鉛が蓄積されていってしまって鉛中毒を発症してしまうんですね。で、鉛による健康への影響としては、軽症であれば疲労感とか睡眠不足や便秘などがあります。そして中等度の鉛中毒では、強い疲労感とか不眠、神経過敏や頭痛や精神異常などが現れて、重度になってくると急性鉛中毒といって、脳を損傷してしまうことによる脳症が起こり、死に至ることもあります。また血液毒性といって、血液を作り出す仕組み、造血組織に影響してヘモグロビンの合成を減少させて貧血を引き起こしてしまいます。で、他にも神経毒性といって神経系にも影響を与えるんですが、運動機能障害とか認知機能の低下を引き起こしてしまいます。で、あるいはですね、腎臓への悪影響とか、発がん性や妊娠の際に自然流産のリスクを高めたり、胎児の成長に影響するとも言われています。で、他にですね、消化器症状とか不妊症などもあります。で、鉛が働きを妨害してしまう必須ミネラルはマグネシウムとカルシウムと亜鉛と鉄です。そしていよいよお待たせしました、第1位ですね。第1位は水銀です。水銀に接触することで水銀中毒という中毒症状を起こしてしまいます。で、水銀は多くの身近な家庭用品や食品に含まれていて、非常に摂取しやすい有害ミネラルになります。で、例えばですね、堆積した鉱物の沈着や大気からの沈着によって、川では水銀の濃縮が行われていきます。で、また土壌にも水銀は含まれていて、キノコ類も、ね、土壌から水銀を吸収してしまうんですね。で、またあるいは肥料とか工業用廃棄物の投棄によって、土壌とか川とか海洋、海にですね、水銀が放出されてしまって、最終的に水や土の表面へとたどり着きます。で、またある種の微生物は水銀を神経毒性の強いメチル水銀へと変化させてしまいます。で、ほとんどの動物はメチル水銀を急速に吸収してしまいますが、最も注意すべきなのは魚です。魚はですね、食物連鎖によって小さい魚を、大きい魚を食べて、で、その食べた魚をまたもっと大型の魚を食べてっていう風に、食物連鎖によって小さい魚を大量に集めた時に、大きい魚に生体濃縮といって、水銀が濃縮された状態で蓄積されていきますので、大型の魚を食べることで水銀を大量に摂取してしまうことになるんです。で、水銀を多く含む大型の魚というのは、例えばですね、マグロとかカジキとかクジラなどですが、他にもですね、キンメダイも水銀を多く含んでいることが分かっています。で、逆にですね、水銀の危険性が少ないのは小型の魚で、つまりアジとかサバとかサンマよりも小さい魚、その3つのね、その青魚プラスそれよりも小さい魚、イリコとかね、メザシとかに使われている魚とか、そういった魚はね、それほど気にする必要がないんですね。ですので、マグロとかカジキなどの魚を食べる機会の多い方は、すでに水銀を多く蓄えている危険性がありますので、後でお伝えする症状がないかご確認ください。で、また水銀は特に蓄積しやすい特徴として、歯の詰め物に使われる充填剤アマルガムの存在があります。で、アマルガムっていうのは歯科用水銀アマルガムの略称で、主に虫歯治療のために歯に充填される治療材料になります。で、アマルガムは健康保険の適用とされる材料として認定されていて、一般的に使用されてきました。で、もし以前に奥歯の虫歯の治療をしたことがあって、その部位に銀色や銀色がちょっと黒くくすんだような色のした詰め物がある場合には、それはもうほぼ間違いなくアマルガムだと言えます。ですので、最近のね、気にしている歯医者さんでは銀色の詰め物じゃなくて白い詰め物をしていますよね。で、アマルガムはおよそ 50% が水銀ですので、大量の水銀を含んでいます。で、金属にとって口の中というのはとても過酷な環境でして、長年のうちにアマルガムは腐食して溶け出た成分が体内に吸収されて蓄積されていってしまうんですね。ですから、虫歯治療をしたことがあってアマルガムを充填されている方は、継続的に水銀を摂取してしまって体に蓄積していってしまいますので、水銀被害になる危険性がとても高くなってしまいます。で、水銀による疾患とか症状ですが、まずアレルギー症状があります。で、例えばですね、アトピーのような皮膚症状が現れてしまう可能性があるんですね。で、また蒸発した水銀を吸い込んでしまうと、すぐに組織の中に吸収されて体内に拡散されてしまいます。で、水銀はですね、特に神経毒性の強い物質ですので、例えばですね、感覚異常とか不眠とか神経的なイライラや情緒障害、あるいは先天性の異常や唾液分泌障害で、震えとか月経障害や頭痛、めまい、原因不明の痛みなどを引き起こしてしまう危険性があります。で、また水銀のために妊娠率が低下するという報告があったり、水銀が妊娠中には胎児に届いたり、母乳から乳児へ届く恐れがあるというふうに言われているんです。ですから、あなたの体だけではなくて、もしあなたがですね、妊娠を考えていたりとか、もしその母乳でね、赤ちゃんを育てているとしたら、そこにですね、水銀が入ってしまう
まう危険性もありますので、やっぱり水銀非常に恐ろしいものなんですね。ですので水銀はですね、魚をよく食べる私たち日本人にとって非常に取りやすい物質ですし、アマルガムを使った虫歯治療をした方は継続的に水銀が摂取されてしまいますので、とても身近な問題なんですね。で、水銀によって働きが妨害される必須ミネラルはマグネシウムとセレンと亜鉛になります。ということで、有害ミネラルのワーストランキング、ワースト6をお伝えさせていただきましたが、まあ、どれも危険性がある、できるだけ過剰摂取を控えたいものなんですね。しかし、すでに体内に溜めてしまっている方とか、あるいは症状を出している方もいらっしゃるかもしれません。で、そういった方は、自然に体外に排出されるのを待つしかない、耐えるしかないのかというと、実は方法があるんですね。で、ここまでね、見ていただいた方、とてもすごいと思います。この長い時間をね、最後まで見ていただいたというのは、とてもものすごい素晴らしい、ものすごいその根性のある方なんですが、ここからね、有害ミネラルを体外に出す方法をお伝えしますので、ここまで知っていただけると、あなたの健康を守ることができますので、もうちょっと頑張りましょう。で、その方法は、デトックスすることです。で、デトックスとは、日本語では、解毒という意味なんですが、これはですね、体内に溜まった毒素や老廃物を排出して、心身ともに健康になるという目的で行う手段になります。で、デトックスには、様々な方法がありますが、効率のいいデトックスを行うことによって、体内の有害ミネラルを減らすことが可能になります。ただ、デトックスでも本当にいろんな種類があって、どれをしたらいいのか迷ってしまいませんか？で、デトックスの方法っていうのは、まあ、本当に多いんですけども、例えばですね、水にフルーツ果汁を溶かし込んだ、まあ、フルーツをつけておいてね、フルーツ果汁を溶かし込んだデトックスウォーターとか、あるいはハーブティーとか、まあ、白湯飲む方法とか、あるいはアロマでね、デトックスするっていう方もいらっしゃいますし、リンパマッサージとか、で入浴するとか、あるいはバランスのいい食事でデトックスをするとか、もう本当に、ね、いろんな方法があるんですよ。じゃあ、どれが本当のデトックスできている、本当のデトックスなんでしょうか？で、その正解はですね、どれも本当にデトックスはできているんです。しかし、デトックスの効率が違いすぎるんですね。このデトックスの効率がこれらの方法の中でピンキーで、ほんの少ししかデトックスできていないのに、これがデトックスの方法だよみたいにご紹介している方法もありますし、あるいはめちゃくちゃデトックスできている方法もあります。で、ここでデトックスの方法を一つ一つご紹介していくと、もう動画はまた長くなっちゃいますので、今回は最も効率のいい短期間でズバッとデトックスできる方法だけをお伝えしようと思います。さまざまなデトックスの方法については、まあ、以降の動画でね、ご説明しようかなと思っているんですが、もし聞いてみたいと思う方は下のコメント欄にコメントをお願いします。で、もし希望者が多いようであったらね、その動画も作っていきたいと思います。で、最もいいデトックスの方法は何かというと、ファスティングなんです。だから私の動画ではちょくちょくファスティングをお勧めしているんですね。で、ファスティングっていうのは断食することなんですけども、ファスティングにはデトックスしやすい理由があります。で、今回ご紹介した有害ミネラルを含めて、他にもある有害物質っていうのは多くが脂溶性といって油に溶けている場合が多いんですね。ですから、デトックスするためには一度体内の油を溶かして、そして新しく有害物質の含まれていない油に置き換える必要があるんです。で、そこでファスティングでは、ファスティング中にはですね、脂肪を100倍燃焼するメカニズムがありますので、どんなダイエットの方法よりも体内の古い油を大量に溶かしてですね、そして新しい油を置き換える、こういった油の置き換えにはファスティングが最適なんですね。で、また、デトックス、つまり体から毒素を排出する割合というのは、便が 75% で、尿が 20% で、汗が 3%、爪が 1%、髪が 1% と言われています。ですから、ほとんどが、ね、便で排出されて、で、残りはほぼ尿から排出されるんですね。で、そのため、便秘の方はデトックス力が弱いことになりますので、便秘を改善する必要があります。で、ファスティングでは乳酸菌が50種類含まれた、こういった酵素ドリンクをね、使ってファスティングを行うんですけれども、そのファスティングドリンクによって、その乳酸菌でですね、腸内の善玉菌をより育てて、善玉菌だけを育てて、そしてファスティングを行う期間中には、悪玉菌の餌を取らないことによって、劇的な腸内環境の改善効果があるんです。で、さらに内臓などの細胞を修復する作用があって、内臓の働きを高める作用もありますので、便秘を改善する効果も非常に高いんですね。で、体内に溜まっている宿便もですね、宿便もその脂溶性の有害物質がめちゃくちゃ溜まっていますので、この宿便を出す方法もやっぱりファスティング独特の方法なんですね。ファスティングを行わないと宿便で出てこない仕組みがあるんですよ。ですので、今回ご紹介した有害ミネラルを間違いなく効率よく排出したい方には、ファスティングが最も効果的ということになります。
で、あなたの体にはですね、有害ミネラルだけでなくて、他にも様々な有害物質が蓄積されています。で、もし現在、原因不明の不調があったり、いずれそのような症状を起こしたくない方とか、まあ、痛みがある方とかはね、ぜひ一度ファスティングにチャレンジしてみましょう。ということで、今回は有害ミネラルのワーストランキングをお伝えさせていただきました。で、有害ミネラルは普通に生活していると普通に蓄積されていますので、まあ、軽く考えずにですね、今回の動画を見直して、自分にどれくらい有害ミネラルが蓄積されているのかなということを考えてみてください。で、今回ご紹介した方法をはじめとして、私はこのチャンネルでご紹介する方法は、あなただけではなくて、あなたの大切な方を助けることになる大事な情報ですので、見ただけで終わらずに必ず実践してですね、そしてあなたの大切な方にも教えて、一緒に健康になれるように努力しましょう。もし私の治療院とか、ファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクを載せておきますので、そちらからホームページをご覧ください。今回も動画をご覧いただき、ありがとうございました。いやー、本当に長かった。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。動画が少しでも役に立ったなと思われた方は、見ただけで終わらず実践するためにどのように実践したいとか、実践した感想などぜひ今の気持ちをコメントに残しておいてください。また LINE アートでは動画の更新情報を毎日お届けしているほか、ご相談やご質問などの無料相談、あるいはこのような動画が欲しいなというようなご要望なども受け付けておりますので、ぜひご登録ください。あとはですね、下のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最新動画のお見逃しがないように、こちらのチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。